どうも、吉本新喜劇の横地新平でございまーす。寝まてらかー。はい、ですね、昨日、秋ちゃんの家の野島さんに、畑に行けば、大量のうんこがあるよと、20トン以上のうんこあるから見てきたらっていうふうに言われて、来たったんですよね。じゃじゃーん。大量のうんこ。はい。あっちさも。あっちさも、あそこさもある。はい。これが26トンの堆肥らしいです。で、で、堆肥がね、もうこれ、乾かして、あれしてるみたいなので、全然触れるよって言われたったんですけど、朝、この霧とか霜なのかよくわかんないけど、うんちびっしょびしょなのよね。で、ダイブしちゃえばっていうふうに言われたったんですけど、乾いてたらいいなと思ったんですけどね。濡れてるから、ほんとただのうんこなのよ。ちょっと怖いし、ほんで。で、しかもね、極めつけが、ちょっとこれ見て。ほんとに何かの動物がね、うんちしてんのよ。ちゃんとうんち。動物が通った足跡あるし。もう、仕方がないなぁ。お父さん、お母さん、息子は26歳でうんちにダイブしてます。ごめんなさい。騙された。ちゃんと臭かった。くっそ全然臭い。